回収を命じます。大体今年の巨獣の数は異常だ。もらい人のくせにこの世に400年生きる我が輩を知らんとは。死にたいらしいな。思い出せんのじゃ。私たちだけなら多分諦めてたわね。今度はわしが助けてやる。一番俺を必要としている人のそばにいたい。新しい世界を進んだ。お近づきの印に。なんかエッチな感じがしたわよ。窓から。ロボコちゃんと遊んでみたいな。ロボコちゃん、モテ期じゃない。おじさんはミリのパパ。って言ってたから。言い訳すんな。仕事と子供どっちが大事だと思ってんだよなあ。語られない物語の先へ。あなたに明日は来ません。隅は完璧と調和を好みます。偶発性の嵐の中で叫び走り血を流す。似合うような梅の魔女も光線めくの。クロスオーバー。行方不明になったヴァンガードファイターたちはあの施設で何かをされた。おそらく全ては繋がる。私を置いていきなさい。嫌だ嫌だ嫌だ。絶対に。ベル君たちに力を貸してほしい。可能かどうかじゃない。成し遂げるんです。どう思いなさい。法律騎士アカデミーへの入学心よりお喜び。もっと上を目指さねば。そのために生まれ変わったのだから。この国の統治体制はおそらくもう長くは持つまい。そもそも11歳の少女と15歳の少年2人。も私たちと一緒だ。お前は生きろ。そして幸せになってくれ。信じてる。最高のダチだ。友達だから。落ち向いてよ。ちょっとだけ照れないで。愛と愛を重ねてみたら。考えてんだ。そんな言い方はないだろう。お姉ちゃんは黙ってて。あんたの気持ちは僕を生きろ。完全燃焼走り抜けろ。月城後輩のカオス対決。私落ちたがいればそれでいいや。なんとかしてこの場所みんなを守らなくては。大賢者ルー、あなたもここに住まない。きっとあなたも気に入るわよ。おお、これは香ばしくていい感じ。まあいいね。ヘンテコなことにならなきゃいいんだけどな。ヘンテ。ここは人間族の村、敵地の真っ只中。私マリーカと言います。ダリエルさんに。そのハンマー鉄製ですよね。魔族とバレたら殺す。お手紙ありがとうございました。龍馬さんのお店が順調と知って。今までいろんな人に支えてもらってきた僕が誰かを支え。いっぱい変わってく僕たちに優しい君かせな僕らのストーリー。僕じゃなくても退屈だと嘆いても明日今日はローマンチックなこっちの午後8時から10時の間どちらにおられましたか。このドラルクの吸血鬼らしい。おれ縁起の収めだけだぞ。我は放つ光の白人。あん、何が目的だ。絶望を教えたい君にね。よしすらには少々毒を食ろうてもらった。僕はその魔法が大嫌いだぞ。我が君魔族だ。大丈夫。誰に鍛えられたと思ってるの。暴虐の魔王よ、君を滅ぼす。物語を抱いて歴史を紡げ思い事
なぜつくも神が皇族狩りだ。あの娘の持つ性質は人間にも我々にも利益をもたら。剣道部に入る運命なのよ。剣道ってさ、これが目標長たちはいつまで嘘をつき続けるのだろう。その暗い未来に絶対ないことがあるんだ。大切な仲間たち一緒に見えねつフィーバー。おっとっと今難しいしししことは置いといて、つまり鬼ドットって上位と探索してきてほしいものがあるのさ。新米なんて皮肉な話ですね。あら、うってつけだと思うけど。みんなを信じたい。プロとか関係ない。あなたと一緒にいたいんです。悪魔が何も見返りなしです。グータラでポンコツで人見知り。まひろちゃん応援してるからね。女の子がイカについてきたんじゃない？見張りには内緒だよ。トリックオー！私は意味のないこの戦争を止めたいの。姉様を守ってどこかで俺たちの船をやるよ。希望の船だ。哀れな娘だ。じゃあいらっしゃい。私のままではご飯仲いいんだな。育児なし。なんだかんだ俺もこの生活が気に入ってるんだよな。全ての冒険は見果ての夢。ポケモンマセモンマスター。2023年1月13日から全11話放送開始。ひとつきばかし前の薩摩藩士殺し、心当たりは？裁き。神の道に背いた私が信仰に生きるための最後。向かう先は光ったコインが示す方。絶対にどこだ。どこの組織に殴り込むつもりなんですかね、あのお嬢ちゃん。私を狼と。月が怪しいほど美しい夜に誰かと出会う。それが人で。君を照らすように。そのウェイト手に入れても思いが開く。イブのようにきっとあなたがゼロになってもずっと。溢れた幸せ絶望の果てに。不可能任務といえば全員で生き残るって。これが私たち灯火のデビュー戦。特訓の成果を見せる。何度も何度も手を伸ばし掴み損ねたい。って結婚してくれればこんなことしなくて済んだのにな。悪いのは君だ。まるで誰かの作ったもん。みんな家族だって。無理不在。くだらない言い争いに巻き込む。今はデータも今回の経験に意味があったようだね。よろしくお願いします。帝国の英雄リーズ・ジュリ。敵対させろ、守らせろ。適当でいいじゃん。言ってください、あなたのやりたいこと。ブラックドラゴンのボスは芝大樹。大樹はあたしらの兄貴。これはこれは若じゃねえかよ、てめえらぜ。トモ。なあトモ。ねえトモ。トモ。トモちゃん。おいトモ。相沢さん、女だと思っていないの。おっさんみてえだな。あなた最低な。言ってねえこの野郎。これは使えるぞ。金さえあれば食うに困らないし、このスキルで稼げるかもしれない。してやろう。スライム。肉を多めにしてくれ。多くって。プラント強奪事件の犯人はうり二つの顔をした双子。何者ですの。ミリオンズナイブズと仲直りできるとか思って。ツンデレか、可愛いですね。感謝いたします。お黙りなさい。変わってねー。ミセタンのこと絶対幸せにし。愛だってとてもぬくもりがお互いの。シュウ君、売られた喧嘩は買うしかないっしょ。嘘なんかねえから、お前と違う。光をつかみたい。
全身により活路を開いてこそ王者の剣というもの。でもお兄様、気を超えて君にまた会えた時に変わらない。私もどんな時も君と大丈夫。思い出はきっと。互いに踏み台にして君全然言っただろう、逃げ場はねえって。皆さん避難してください。そうにゃ、お願いがあるの。聞いてくれる？会いに行くってもなんの私口にした。今そばに誰もいないの。ここであんたが死んだ。あなたの覚悟が足りないと大事な人も守れませんよ。レディーゴー。泥棒って生き方はな、たくさん失うってこと。やはりわしの後を継ぐのはあいつしかおらん。触りに行こうぜハルト。一体ずつ触り心地違うんだぜ。ピカは実はそうじゃない。ただそこにあるだけでなんて幸せだったんだろう。明日も明後日も。だったらくばっかでも正解どうしようもなくロークでもない。お姉様はこれで満足。ウィン、人類を救うためにただ己がなすべきことをなすだけで。それが今の君たちの務めだ。夢を見てた。変してみせるさ。約束してやる。明日晴れるといいな。久しぶりです。ここはエジプト神の世界です。アニメ唐突にエジプト神2。你们的身份该成为冰雪女神祭司，该反抗祭典的命令。天机圣药噬魔不离不魔法阵开眼寻迹，让人生变，我掩埋着可怜，弱者不知的输赢皆为誓言。翻遍说他就是个卖弄风骚的通缉犯，吃了早阳枪。阿江，你头上还挂着10000万悬赏呢，能去北城吗？那这是鬼火，鬼火又要杀人了。没想到是鬼火杀人。真的跟圣女诅咒一样。糟了糟了，钱都被他糟完了。钱完了，快停下别动。就剩6000了，怎么做都花呀。走吧。这位观众，接下来我看得到吗？如花朵一般绚丽，对吧？每逢新年，啊，有猫的味道。你
别急，你确定是猫帮吗？哎，你好，这里是李氏侦探事务所，我们承接任何委托，只要人类科学已经宣告死亡，我们失败了。正式开始。史强，叫我大使就行了。